連合地球歴192年5月6日スペースナイツ基地は地上から姿を消した。荒廃した地上で人類は恐怖の日々を送っていた。そして5ヶ月の放浪を経て秋田氏と再会した D ボーイはラダムの基地がある月面へ向かうパワーを得るため地上に降りたアックス、ダンス、ソードの持つクリスタルを求めて旅を続けていたのである。サンキュー、ディボーイ。さ、もう大丈夫だ。ありがとうございます。これはこれは、荒野に咲いた百合の花ってとこですか。確か、この辺りに町があるって聞いてきたんだけど。ええ、3ヶ月前まではこの先に。でも、ラダムに。ええ。まいったね。じゃ、燃料の補給もできずってわけか。危なかったぜ。何よ何よ。危なかったのはこっちの方よ。ちゃんと前見て運転したよね。夕食のポテト、みんな落っこっちゃったじゃない。またポテトなの。何贅沢言ってんの。私だって少ない材料でやりくり苦労してんのよ。たく芋娘が。ああ、レビーひどい。あの、よろしければ私の家にお寄りいただけませんか。え、はい、大したおもてなしはできませんが。そんな悪いわ。いえ、助けていただいたことに比べれば。やばい、ナールさん。ね、そうしましょう。そうだな、男の手料理も飽きたところだしな。つまみ食い。ほら、内緒だぞ。うまい。あれ、車だ。ご挨拶は。あ、こんばんは。こんなところに二人で住んでるのかい。いえ、あの方も。なんで、男好きか。もう、ノアルさんたら。久しぶりだな、スペースナイツのボーイズ&ガールズ、そして D ボーイ。バルザック。こんな偏僻なところで再会するなんて運命の出会いってやつかな。貴様、よくも抜けるかと。腹減ってないか。リルルの飯はちょっといけるぜ。行くぞ、リック。
皆さんどうぞ。私これ大好きなのよね。もらった。あ、それ私のなのに。早い者勝ちだもん。ミリー、そんなに食べちゃうとブクブク太っちゃうわよ。この旅が終わる頃には小豚さんなんだから。ふんだ、いいですよ、私食べ盛りなんですもんだ。それにレヴィンみたいに食べた分だけ太る体質じゃないの。お前ら行儀悪いぞ。だって大丈夫ですわ、おかわりはたくさんありますから。でもこんな楽しい食事は久しぶりです。お口に合いませんでした？ああ気にしないでください、こいつ無口なだけで。おいディーボーイ、お前も気が利かないやつだな。うまいの一言でも言ってみろよ。でも出会いって不思議ですわね。バルザックとあなたたちがお知り合いだったなんて。すげえよな、バルザック兄ちゃんがテッカマンブレードの仲間だったなんて。仲間。どうしたの？仲間なんでしょ？そうさ、バルザックは俺たちの仲間だ。すごいよな、ブレードと友達なんだもんな。かっこいい。もうはしゃぎすぎちゃダメでしょリック。おーい、バルザック、あなたオペレーションヘブンの後一体どうしてたの？ご覧の通り無事だったってだけじゃダメなのかな。ふざけるな、ノール。さてと、明日も早い、俺は先に寝かせてもらうぜ。リックはやっと寝ついたよ。そうけど今日は驚いたわ。え？あなたがあのスペースナイツにいたなんて。俺のこと惚れ直したか？バカ。だけど本当に感謝してんだぜ、お前たちにはな。え？以前の俺は権力と名誉を手に入れるために戦い続ける野獣みたいなもんだった。だがその求めていたものが全て砂上の楼閣だと気づいたとき、俺の手の中には何一つ残っちゃいなかった。何一つ。ここは生きているのか、まだ。全てを赤く染め上げた夕日の中で、自分でも分からない感情の渦がまるで堰を切ったかのように、俺は立ち尽くし泣き続けた。この雄大な自然の中で
大地にクワを下ろすたびに俺は人間としての心を取り戻していった。俺はお前とリックを守っていく。これまでも、そしてこれからもずっとだ。バルザック、マルロマルロ、俺たちが求めていたものって何だったんだろうな。何もかもなくしまった今、やっと分かったような気がするぜ。マルロ、お前との約束果たせねえが、分かってくれるよな。今の俺には守るべきものがあるんだ。守るべきものが、守る、戦いたい。戦ってラダムを倒したいんだ。お前を殺しまったラダムを。あ、ディーボーイ、どうしたんだこんな時間に。バルザック、どうも寝苦しくっていけねえな今夜は。じゃあな、おやすみ、ディーボーイ。バルザック、ラダムの基地は月にある。敵の鉄火板のクリスタルを奪いさえすれば、そのパワーで月へ行くことができる。本当か？本当にクリスタルさえ手に入れれば、ラダムを倒せるんだな！すまねえな。つい昔の癖で興奮しちまった。今の俺には関係ねえことだよな。すまなかった、ディーボーイ。バルザック、さて、やるか。今日は暑くなりそうだぜ。バルザック。ナイル、アックスだ。なんだって、どうして俺たちの居場所が。アキ、リルルたちを頼む。ミリー、ハッチオープンだ。ランサ、エクセッター、アーサダム銃の反応を追いかけてみたら、お前たちがいるとはな。くそ、撃っても撃ってもうじゃうじゃ出てきやがる。これが最後のカートリッジだっていうのに。
覚えているバルザック、あなたがここに来て初めて畑仕事をした時のこと。あなたったらそんなに体格いいのに、クワを持って10分もしないうちにフラフラになってしまって、一体何をしてた人なんだろうってずっと思ってたのよ。そして思ったの、あなたは何か大切なやらなければならないことを持っている人で、いつかはここを出ていくんじゃないかって。リルル、行ってらっしゃいバルザック。行って、行って、あなたの今の正直な気持ちで戦ってきて。今の、今のあなたの気持ちで、私はいつまでも待ってるから。リルル。そろそろ試合終了といこうじゃないか、ブレイ。D ボーイ、こんな時に。なんだ、バルザック。甘いぜロアル、まだ使いこなせてないのかよ。悪かったな、ソルテキサマンには。なこういう使い方もあるんだぜ。何、うわー、決着はその次だ、ブレード。よ。あら、お見送り。すまねえな、いろいろ世話になっちまって。なあに、礼には及ばねえ。これからは俺が世話になるんだからな。どういうこと。鈍いね。俺もついていくって言ってんのさ。冗談じゃねえ、お前みたいなうさんくさいやつ。もちろんただとは言わねえ。連れてってくれりゃ礼として俺のキープしてたフェルミオン分けてやるってのはどうだ。困ってんじゃないのかな、ノアルさんよ。この野郎。助かるよ、D ボーイ。よし、決まりだな。分かったよ。ただし俺はまだお前を信じちゃいねえ。妙なことしたときはその場で叩き下ろすからな。ダーサ。リック、姉さんのことは頼んだぞ。うん。リルル。行ってらっしゃい。D ボーイ、えらく物分かりがいいけど、どうしたんだ。何がだ。バルザックのことさ。あいつ、俺と同じ目をしていたんだ。あ？バルザック、私信じてる。あなたが、この子と平和に暮らせる日を作ってくれるって。
アックスとの戦いを前にして過去を振り返る D ボーイ、そして深夜も同じ思いを共有しながら戻れぬ流れを突き進む。次回、宇宙の騎士テッカマンブレード、光と影の兄弟、仮面の下の涙を拭え。